ルシファーの活躍が掲載されている読んでますよアザゼルさん単行本4巻は好評発売中。聞いてますよアザゼルさん。はい、皆さんこんにちは。聞いてますよアザゼルさん、パーソナリティのアザゼル厚志役の小野坂正也です。今回もね、前回に引き続きゲストはおりませんけども、確定申告、もうね、平たく言うともう俺ね、確定申告のことでね、まあまあ、頭がいっぱいで、仕事どころじゃないですよね。なんなんですかね、あれって。まあもちろん税理士さんにね、頼んでるので、自分で全部やるわけじゃないんですけども、この時期になるとね。分かってはいるんですけど、もう税理士さんからの電話が怖くて電話取れないんですよね。すいませんしか言わないですからね、俺ね。もう、あれね、僕ね、すごい一生懸命仕事やるじゃないですか。それはまあ皆さんご存知のところだと思いますけども、仕事が好きでやっているわけですよ、僕ね。なんやかんや言うて文句言うっていうのも仕事のスタイルのうちであって、その何なんだよ今日はっていうところからもう僕は仕事なんですよね。もう本当の素の時は僕何も喋らないので、文句言い出してる時っていうのはもう仕事モードに入ってて、おいほなやろうかみたいなことでスタッフが人受けしてからの仕事に入るっていうね。ここからもうずーっと僕は仕事なんですよ。それぐらい真面目に仕事をやってるわけね、俺って。仕事好きだしね。この業界も大好きだしね。その俺がね、何を悪いことしてこんなに税理士さんに追い詰められてるのかなと思ってね、寝る前いつも泣きそうになっちゃうんだよね、この時期になると。何も俺悪いことしてないのに、なんでこんな苦しめられなきゃいけないんだろう、税理士さんにっていつも思っちゃうんだよね。もう、なんて言っていいのかな、このもなんていうの、焦りとも、つかない、糞便が溜まってる感じ、残尿感というか残粉感っていうかね、もうどうしたらいいんでしょうね。この時期に本当にいつもこういう、もうちょっと俺鬱状態です、もうなんかこれ解決してくれる人いないの。こんな世の中なんだから全部自動になればいいって言ったらもうほんと税理士さんみんな辞めちゃうでしょ。税理士さんはね、ほんとに厳しいけど、まあいい人なんでね。ただほんとに俺はしんどいんですよね、この時期。ほら、僕ってラジオが多いじゃないですか。ラジオってこのメンタルなね、お仕事なので、一つでもね、悩み事とか心配事があると、もうほんとにね、面白くなくなっちゃう。喋ることはね。だからね、今まで聞いててね、面白くない回とかあった時はね、それはね、なんか悩み事があった時です。普段は 100% 面白いですから、ね。100% 面白いです。だからもうほんと10回に8回ぐらい面白くない場合は、それはほんと、悩み事がすごいんじゃないかな。10回に8回ぐらい面白くない。それはね、俺のせいじゃない。事務所のせい。はい、そろそろ始めましょう。聞いてますよアザゼルさん。読みますよアザゼルさん。はい、こちら、ふつおたのコーナーでーす。ノートルダムくんからいただきましたけど、小野坂さん、番組一周年ありがとうございます。あ、違う、おめでとうございます。ありがとうございます。はい、この聞いてますよ、アザゼルさんが1年も続いて本当に嬉しいです。ありがとうございますね。で、まあ、1年も続いたわけですし、そろそろ新しいコーナーがあってもいいのではないでしょうか。新しいコーナー。うん、そうだね。忘れたい思い出を書き綴る、忘却ですよ、グシオンさん。ほー。あ、忘れたい思い出を書き綴るのね。まあ、失敗談ってことかな。いや、なかなか、やれずにいることを書いて逆に始めるきっかけにするための怠惰ですよ、ベヒモスさん。怠惰だからね。ははー。青色申告ってことかな、俺にとってはね。自分のわがままをさらけ出す、傲慢ですよ、ルシファーさん。あ、これいいですね。
わがままをさらけ出すね。俺がやらなくても勝手に青色申告できてろってことですよね。俺様だぜ、この俺様が言ってんだぜってことだよね。うん、絶望したとどっかの人に言わせる絶望ですよ、エウリノームさん。ああ、あの字の人かな、これ字のやつ、絶望のやつね。そうですよね。神コーナーの下ネタですよ、神様。ああ、下ネ、神様はもう下ネタなのね。はいはい。でも全体的にね、聞いてますよ、アザゼルさんが、あの下ネタの番組なので、これはあれですね、無理ですね。あと、せっかくサトリナさん来ているわけですし、人間の醜い部分を投稿するクズ野郎ですよ、佐久間さんなんかもいいのではないでしょうか。そうね、人間の醜い部分を投稿するのか。自分の醜いって思ってるとこってどこなんでしょうね、人間ってね。その見た目とかじゃないじゃないですか、普通そういうのってね。私はこんな風に思ってしまいましたって思うわけでしょ。それって結局懺悔ですよね。懺悔ですよね。うん。ということは、なんかこう、懺悔コーナーになっちゃうね。うん。この中でやっぱり忘却ですよ、グシオンさんとかね。いいですね。傲慢ですよ、ルシファーさんとかね。いいですよね。うん。思いついたら、たくさん来たらそのコーナーが、ある日突然、知らないうちにできてるかもしれない。俺が来たら。いっぱいメール来たらね。でも結局ね、もう何送ってもいいってことですよ。あ、もう勝手に悪魔の名前使ってコーナータイトル書いてくりゃいいよみんな。書いてくりゃいいよみんな。そしたら面白かったら読むに決まってるからね、ラジオだからさ。うん、面白いメールあったらいくらでも読むよ。いくらでも読むよ。そうそう。読む読むよ。普通歌のコーナーの時に勝手にこっちでね、悪魔の名前つけちゃうかもしれないし。ね。うん。だからみんな、これからもメールよろしくね。よろしくね。みんなのメールで運営しているよ。もう聞いてますよ、アザゼルさんに来るメールはね、割とね、メールとしては読みやすくて面白いメールが多いですね。女の子の赤裸々な体験とか、そういうのを送ってくれる女の子多いからね。ここ前ね、ゲストの人が来てね、びっくりしたの、こんな赤裸々でいいんですかここっていうね。女の子ってこんなこと言うのみたいなね、ことありましたけどもね。そういうメールまだまだ募集しておりますので送ってくださいね。よろしくお願いします。こちら、生贄ネーム細胞ちゃんからいただきました。女の子ですね。ありがとうございます。小野坂さん、こんにちは。白石涼子さんが、どうやらマカロニグラタンを作って、お友達と晩ご飯をしたようです。小野坂さんのアドバイスに従って、ジャガイモグラタンではなく、マカロニグラタンにしたら大成功だったみたいで、楽しく素敵な晩餐だったようです。白石さんの女子力着実にアップしていますね。私もグラタン食べたくなってきました。明日の晩ご飯にでも。ではこれで失礼します。マジでこれ白石さん、あれなんだ、マカロニグラタンご飯作ってあげたんだ。これこれ白石さんって、これ書いちゃって大丈夫なの、こういうのって。ブログに載せたの、これ大丈夫なのかしら。これお友達って男ですよね。え、なになになに、同性、女性、だって女性なわけないでしょ。あー、女性だな、女性だな、あれれれ、あー、これ iPhone ですね、 iPhone ですね。はぁ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 、うちのお友達にやっちゃったのかな、これでも。22じゃね、22でしょこれ。これで女の子って、ちょっと待って、女の子ってグラタンを女の子の友達のために作る、女の子同士の女子会でのね、まあ流行りの女子会でのね、飯って鍋でしょ。だって女って料理できねえじゃん大体が。俺のアドバイスやったんだ。りょうちゃんはものすごく素直だからね。本当に、あれ、ジャガイモグラタンよりもマカロニグラタンの方が普通の人は喜ぶよって言ったら、そうなんだって本当に思う子だから、そうなんでしょうけど、それを女の子が来た時に作るかしらね。そこはそのわかんない、女子力がその、どうなのかが。これ、このブログね、今見てるんですけども、このブログが、この写真がね、うちの野中がね、これ写ってなかったらね、俺もね、もう絶対揺るぎない自信だったんですけども、これ野中が本当にこれ食っ
ってんだよな。ってんだよな。これ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 、の、これ、野中かな。これ、野中の顔だけこれパッてやってるじゃないよね。野中だよな。野中。あ、野中で試してみて、本命に作るってことね。助走期間ってことですよね。そうか、そうか、そうか、そうか。そういうこともあるな。はは、これでもあれですね。でも、細胞ちゃんからね、もらったメールをだけ読んだらね、これ、本当にもう、あーって思ったんだけど。そうか、これだけ写真、アリバイをね、これだけちゃんとやってたら、そら、そうかなって思っちゃうよな。これでもさ、この写真が、この、野中の写真がさ、これ載ってることによって、これここにいる男子全員はこれ、アリバイが 100% だと思ってるわけ？思ってるの。なるほど、なるほど。大人だね、みんな。俺はこれ謎が残るね。謎が残るね。これは、俺はね、謎だね。謎が残っているね。いや、今度ゲストに来た時も聞けない、俺は。そういうことを。誰かに作ったのですかって言った時に、うん、iPhone が来た時作ったのって言ったら、ああ、そうなんだ、いいねってなっちゃうけどね。何も話はできませんけど、そこで終わっちゃいますけどもね。そうなんだ、いいね、そうか、こういうとこ行きたいな。女子だけのこのなんか。あれがあればいいのにね。透明になれる薬。透明になれる。アホだな。アホでした。思ってるよりもみんなが。透明のなる薬あればいいのにな。したらこれあれでしょ？野中もいる中、この、透明になった俺がここ行って、もう丸出しでね、裸でこう、つって。うわ、本当にマカロニグラタン作ってんじゃんみたいな。あ、本当に二人っきりだ、女の子だってなってね。そういうこともあるもんね。そうですか。いや、よかったね。よかったね。さ、ということで、読みますよ。アザゼルさんでした。ルシファー。5月23日に発売される単行本8巻には、ルシファー編。ルシファー。ルシファー様でっか？サインもろてもいいですか？サーク！なんか書くもん！サーク！嫉妬ですよ。アンダインさん。はい、このコーナーは嫉妬してしまったり、嫉妬深い人を見た時の体験談を送ってもらうコーナーでーす。ルーマニア203くんからいただきました。男性の方ですね。ありがとうございます。友達が内定が出ているのに、僕は全然内定が出ません。妬ましいです。理由は多分、面接で上がってしまうからだと思います。何度面接をしても上がってしまいます。目上の人たちに囲まれても緊張しないいい方法はありますか？ありますか？なるほど。そうか、もうそういう季節なのね。っていうか遅いのね、もうね、内定とかって話はね。もうだってあれでしょ、だいたい早い人だともう本当に去年ぐらいに会社の内定いただいてみたいなことになるんでしょ。ただほら、俺たちの世界はさ、なんちゃら声優学校とかさ、まあうちだと青二塾っていうのがあるんだけど、それがもう卒業して、そこの時にもうオーディションみたいな形でね、事務所に行ってそのビデオ撮ったり、とんでもねえ偉そうな偉い人たちのね、前でね、演技したりするんですけど、それで、まあ、内定っていうかね、査定していただくっていうのがあるんですけども、そんな時期なんですけども、まあ俺らみたいな人に見られる職業の人でも、やっぱり上がり症の人は上がり症ですからね。これ面接で上がるっていうのは当たり前じゃないの？上がるっていうのは当たり前じゃないの？目上の人たちに囲まれてって、その、誰が見てもさ、その、知らない人でスーツ着てたら、この人たちってとんでもなく偉いんじゃないかなって思っちゃうでしょ？あれ本当は中身何にもねえからね。あんなの。だから、こう考えてみたらどうだろう。全員上がるんだと。全員上がっているんだと。その中でも、上がった状態の時に、きっちりと自分の思ってることを喋れる。
っていう方法を毎日考えるっていう風に考えてみたらどうだろうか。そうするとですね、あれなんじゃないかな、なんか人と会話をねするときに上手に会話ができるっていうことが一番大事なことなんでしょう、面接ってね。だから上がっても 60% ぐらいの自分しか出せなかったとしても、それで自分が分かってもらえるぐらいのね、話ができればいいわけじゃない。だから話す練習をいつもすればいいんじゃない？特に知らない人に向かって、知らない人に向かって話をするっていうことはどういうことかというと、道を聞いたり、デパートに行った時に何々ってどこにありますかっていうことを聞くことじゃない？男ってね、ほんと聞かないでしょ。俺はね、特にそうなんですけど、あ、これ前回も言ったかな。あのね、絶対人に物を聞かないのね。売り場とかでも自分で探したいわけ。なんかそれもなんか買い物の一つだと思うんだけど、これね、彼女とかとね、買い物行ってね、今日何買うのって言われて、ああ、洗濯洗剤の新しく出たやつがあるんだけど、もうそういうの好きだからね、俺も洗濯大好きだからね、洗濯洗剤の新しく出たやつがあるんだけど、これ欲しいんだって言ったら、ああ、そうなんだ、でも洗濯コーナー行ってどこにあるかな、うおー、ちょっと大型のやつもあるね、すいませんって聞いちゃうのね、女の子ってね。それ聞いちゃったらさ、もうさ、あるかないかしか言わないじゃんね。そしたらさ、なんかさ、その俺が見たいと思ってる洗剤じゃない洗剤のかっこいいやつがあるかもしんないじゃん。それも見て、わお、どっちかな、わおって思うじゃない俺たちって。なのに女の子ってもう完全にその、すいません、何々っていうのありますか、どこですかって聞いちゃうでしょ。あれやられちゃうとね、もっといもっとい、夢だよね、夢がなくなっちゃうんだよね。男っていつも夢を見てるからね、夢で生きたい、夢を食べてるバクのような人間たちが男って言われている生物だからね。バクイコール男だからね。これ本当のバクは夢食べないけどね、ただ本当にこう夢見たいんだね。だからね、そんな男ですけども、普段しない場所を聞くとかね、そういうのをねやるとね、会話ってどんどんね上達するんですよね。あとラジオ聞くっていうのもすごいいいと思いますよ。まあ俺みたいに無駄話ばっかりしてる人はいますけど、この会話を聞いていることによって、なんていうの、会話のセンスが上がりますよね。俺なんてほら、業界随一のセンスのいい男なのでね、会話も本当にウィットに飛んだジョークがね、ウィットジョークね、透明人間ですから、もうウィットに飛んだジョークと、奇想天外な発想の持ち主ですからね。もう女の子の部屋に透明人間になる薬あればいいのになって言っちゃうぐらいの、そのぐらいの性能がありますから、これね。このラジオを聞いてるってことはね、君のね会話スキルがね猛烈なスピードで上がっていくわけですよ。そういうのもいいと思うし、やっぱ身近なところではね、一番緊張するのはこうじゃないでしょうか、親じゃないでしょうかね。親と喋るって意外に緊張するでしょ。その緊張しない時って何の時かって、もう親に文句言う時しかないでしょ。なんだよお前、シャツお前全然お前シュワシュワじゃねえかよ、ババアこれアイロンかけとけやっていう時は緊張しないけども、お母さん、この保険の継続なんだけども、これどこに名前書いていいかわかるかなっていう時すごい緊張して喋るでしょ。あれなんだよね。だからね、母親とかね、父親とかね、と喋ればいいよ、もうちょっと家でね。そうすると、自分の思いもつかないようなことがね、帰ってきた時も、ああ、なるほど、大人ってこういう考え方するんだとかね。それ社会人ってこうなんだとかね。そういうのがね、分かってると、緊張したとしても会話ができると思うんだよね。問題は緊張するしないじゃなくて、いかに会話ができるかどうかだからさ。そこを考えてみればどうかしらね。って真面目にまた答えちゃってましたけど。もうそういう番組で、なんか相談ばかになっちゃいますけどね。だからまあ、緊張しないいい方法を考えるよりかは、目上の人とたくさん喋る機会を持つっていうことですね。引っ込み思案だから僕って言ってたらいつまで経ってもやっぱり会話は成立しないのでね。なんでもいいからね、話し上手になればいいんですよ。人と、お友達でもいいしね。
なんか、あんまり喋ったことないお友達と一緒にご飯食べに行って、その気まずい空気を全部喋りに変えるみたいなね。ことを勉強すれば、どんどん会話上手くなって、緊張してても喋れるようになるんじゃないかな。大体役者ってね、そういう練習から始まりますから。オーディション行って緊張してるのはみんな当たり前だからね。そこでどれだけ面白いことを言って笑わせられるかっていうのがね、どれだけ面白いことを言って笑わせられるか、こう神谷くんにいつも注意されるところなんですけど、そんなこと考えてるのは小野坂さんだけですけどね、この業界でって言いましたけど、もうこれはね、ほんとオーディション行って笑わしたもんが勝ちですからね。そういうふうに僕は考えていますよ。はい、みさみさちゃんからいただきました。ありがとうございます。友達が憎い憎い。最近中学時代の友達が結婚したのですが、いいじゃないですか。その相手が同じ中学時代の同級生でショックを受けています。なぜなら、私も中学の時にその男子に告白したのですが、振られてしまい、振られたのがショックでその女の子に慰めてもらっていたのです。後から聞いた話なのですが、私が振られた次の日にその女の子が告白して、中学から今まで付き合って結婚したそうです。どうしても友達の結婚に心から祝福できません。どうしたらいいのですか？君は騙されていたんだよ、今まで。みさみさちゃん、君はね、友達だと思っていた女の子に騙されていたんだよ。君はね、見る目がなかった。その女の子はね、友達じゃないんだよ。君のことなど何も考えていない、ひどい女なんだよ。その女は、人が欲しがるものが欲しいって思っちゃう女なんだよ。ねえ。そんな女に騙された男、どうかな？バカだよ。バカだよ。だからね、君は中学時代にね、その男の子を好きになったかもしれない。ただ、中学時代の男っていうのは、君よりも3歳下の脳みそだと思った方がいい。ね。でも、小学生ぐらいの脳しかない中学男子なんだから、そんな奴にね、君のね、魅力なんてわかるわけない。その、バカな男と付き合ったその、友達とおぼしき裏切り者の女。これはもう拍手だ。こんなもんは。バカと性格悪い女が結婚したんだと思っちゃえばいいわけですよ、こんな。君ね、まだまだ本当にいい男っていうのはね、20ぐらい離れてないとダメなんだよ。そんなもん。20ぐらい離れてる男は一番分かってくれるから、もう。女の子のことをね。そのもういろんなことが辛いことばっかり毎日あるからね。そんな中でね、女の子の気持ちを常に疑いながらね、でもこの子本当にいい子なんだって思った時だけに好きだよっていう、あの男心。ね、そんな男がね、きっと見つかりますよ。こんなもうアホの男と性格の悪い女じゃないですか、こんなの、ただの。こんな女信用できねえ、俺は。何なんでしょうね。人のものを欲しがる女って。あ、私も前から好きだったその人のこと。あの人振られたから私行っちゃおう。みたいなね。何なんだろうな。全然羨ましくね。どうせ、不細工な男だしね。性格の悪い女と不細工な男なんてほんと。世の中でほんと、なんか罰が当たっちゃえばいいんだって思っちゃうね。そんな言い草ないと思うけどね。ねえ、みさみさちゃん。あんなもまだまだね、出会う人いっぱいいるし、結局男と女が同級生でって同い年ってことでしょ？同い年って、そんなにいいですかね？なんか女の子って、ね、ちょっと精神年齢も高いしね。だから難しいと思うけどね。ねえ。みさみさちゃんはまたもっと年齢を重ねるたびにね、いい男が見つかってきますから、いいところでさっと決めましょうね。ね、みさみさちゃん、頑張って。ということで、嫉妬ですよ、アンダインさんでした。皆様ぜひ、嫉妬のメールを送ってくださいね。アイキャプター、アクアセス、アスレザザ、オイサメノイ、イーデュビー、デルール、ブルーレイ、DVD、読んでますよ、アザゼルさん。全3巻発売中。インポンですよ、アザゼルさん。はい、こちらメインコーナー、インポンの皆さんからのメールを紹介して、アザゼルさんの性的欲求を満たすコーナーでーす。ということで、生贄だから僕の幸せはいつだって誰か。この子さ、短くしろって言わなかったっけ？言ったよね。ダカボクとかでいいって言ったよね。ね。ダカボクにしてください、この子はね。ダカボクちゃんからいただきました。ありがとうございます。ナメクジの交尾はエロいですよ。エロいですよ。で、
HTTP を書いてくれてて、このね、今現在ちょっと iPad で見てみようと思うんですけども、ナメクジの交尾の様子がね、今からこう見てみますけど、どう、何がいいの？ナメクジって雌雄同体ですからね、オスにもメスにもどっちにもなれるっていうことなんですけども、ああはあはあ、なるほどなるほど、クンズほぐれつってことですね。はあはあはあ、ぐるぐる回る、うん、あ、音流せないのが残念ということは、音がエロいの？ええー、音がすごいんだ。ええー。なめくじ、これ、塩ザッて振ってやりたいですね。塩ザッて振ってこう、ザーッと、それでもできんかみたいなね。やってやりたいですよね、これ。チュパ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 言ってんだ。へえー。あ、これがペニなんですかね、白いの出てきたのが。ペニですかね。ペニですかね。これペニですね。これペニですよね。あ、雌雄同体だから、お互いペニを出すって、お互いのおまに入れ合いするんですね。ええー、あ、そういうことなの？あー、そういうことか。違うわ。これお互いの性器を出し合って、性器をくっつけ合うことによって、とこの子の違いはないんだ。なるほど。学術的ですね。僕こういうの見ても全然燃えないんですけど。はい、ごめんね。だから僕ちゃん、俺ね、ダメだわこれ。全然楽しくないわ。女の子っていいよね。こういうのがなんかもうエロいんですよとかつってね、言えるからね。ダメだわ俺、可愛い女の子の AV 見てる方がええわこれだったら。ごめんね、本当になんか期待外れて。はい、こちら生贄ネーム桜ベリちゃんからいただきました。ありがとうございます。私は33歳の主婦です。おお、私はセックスの本番の時に体位を入れ替えるのが苦手です。なるほど。そもそも、マグロ気質なんだと思うのですが。マグロ。あ、自分で言っちゃった。女性上位も、座位もバックも嫌いです。私が上になると、あんまりうまく動けないし、座位とバックは見られるのが恥ずかしいと思ってしまうのです。お、まだこれは付け込む隙があるぞ。旦那のことを考えると、いろいろやった方が飽きなくていいんだろうなと思ってしまいます。でもどうしても苦手なんです。どうかして好きになる方法はあるでしょうか？ある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 、こんなもの、ある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 でーですよ、女の。バカかっつの。桜ベリーちゃんはあれですね。でも自分がマグロって分かってる女の子はね、マグロじゃないんですよね、これ実はね。ちょっとこの、ナメクジを横に置きましたけど、ちょっとおえってなっちゃうんでね。あれですよ。これね、桜ベリーちゃん。女性上位も座位もバックも嫌いですって書いてますけど、このね、理由がね、当たる位置によって痛いとか、そういうことだったら僕ね、ちょっとやめといた方がいいと思ったんですけど、あまりうまく動けないし、座位とバックは見られるのが恥ずかしいと書いてるっていうことは、恥ずかしいイコール、裏返しは気持ちいいなんですよ。ね？桜ベリーちゃん、これ。恥ずかしい恥ずかしいっていう気持ちは気持ちいいに変えることができるわけ。ね？だから、これはね、問題ないのね。それで女性上位がなぜいいかというとですね、自分の気持ちいいところに、この先を当てれるっていうところがね、一番いいの。ね？だから女の子はね、何でもかんでも上に乗りたがるわけ。若いうちは。若い女の子っていうのはもう、エネルギーが有り余ってて、探求心がすごい旺盛なので、その自分のね、性器を開発したいっていう気持ちがものすごい高いんですね。だからね、女性上位になってね、自分の気持ちいいところに当てようとするのね。それはさ、正常位だとさ、男が自由に自分の気持ちいいとこをつくでしょ？だからそれだと、女の子のいいとこに当たらない時があるわけ。なのでね、女の子はね、自分で探しながらやった方がね、上手になるんですし、気持ちよくなるのね。生きやすくなるんですよ、これ。なので、女性上位はね、やった方がいいですよ。自分で自分の感覚器とかを開発できますから。これはね、大いにやった方がいいです。女性上位が恥ずかしいの？ああ、気
気持ちいい部分を探すこと自体が恥ずかしい。それはもう人間として失格ですね。人間っていうのはですね、快感のためにいろいろ生きた方が将来的にもいいわけです。ね？人にもいいわけ。自分だけこんなに気持ちよくて良いのかしらって思っちゃう女の子いると思うんですね、たまに。あれってね、違うんですよ。自分が気持ちよくなることによって、男はものすごく気持ちいいんだなって思っちゃう幸福感に陥るわけです。だから、女の子が気持ちよがればよがるほど男も気持ちいいわけね。だから女の子はね、気持ちいいをなるべく追求した方がいいんです。その方が男のためなんですよ、それはね。人のためになるわけ、強いては。人助けですよ、だから。自分が気持ちよくなるのは。だからね、それが恥ずかしいと考えちゃダメですね、人間的に。だって、人に奉仕してあげてるみたいなもんですから。自分が気持ちいいところを探るっていうのは人に奉仕してあげる。旦那さんに奉仕してあげてるのと同じですからね。だから、どんどん、あ、今日のサグラベリー、なんでお前こんなに感じてんじゃねえかよ。俺、うまくなったんじゃないかなって思う男の幸福感ね。そして後で話を聞いてからの総称感ね。ね、もありますけどね。それだからもっとね、こう、いろいろね、なんでまだあれなのかな、結婚して日が浅いのかしら。っていうか、エッチし出して日が浅いのかな。女の子ってね、ガツガツ来るようになりますよ。あんなに、付き合った当時ってあんなに奥ゆかしかったのに、こんなにぐっしゃぐしゃに来るようになっちゃうんだろうって思っちゃうもんね、女ってね。なんであんな探求心が旺盛なんだろうね、男よりも女の方がね。わかんないですけどってなっちゃいますね、俺なんてね。バッグもね、いつもと当たるところが違うでしょ？だからね、あ、こういうとこに当てられても気持ちいいんだっていうことをね、新しく発見できるわけ。まあ、だからそういうのもね、嫌じゃなくなると思うけどな。恥ずかしい。結局恥ずかしいっていうのは何の気持ちかっていうと、その羞恥心ってさ、自分のその、自分をいいように見せたいっていう裏返しなんだって。自分はもっとかっこいいとかさ、そういう時の裏返しが羞恥心なんだって。だからこんな格好はできないってなるんだって。だからね、君はね、桜ベリーちゃんはね、ちょっとね、まだ旦那に心を開いてないんだろうね。私って本当はもっとこうなのって思ってるから、これは恥ずかしいわ、私って思っちゃうんでしょうね。だからもっと私って本当は清純なの。でもここで感じたら恥ずかしいわってなっちゃうのね。それ損だからね、もう夫婦なんだから、もうお互いその仕掛けを見せ合わないとダメですよね。その自分の持ってるカードをね。自分の持ってるカードを見せ合えなきゃダメだよね。夫婦だから。うん。だからもっとね、こう旦那さんに心を開いてね、なんも恥ずかしいことはもう夫婦なんだからないって考えなきゃダメよね。お互い羞恥心を持ってっていうのはすごく大事なことだと思うけどね。もうちょっと旦那さんのこと信じてあげればどうですか？そしたらこう、いろんな単位やっててもね、任せられると思うんですけどね。あと気持ち、桜美人は 100% 気持ちよくなりますので、いろいろやった方がいいですよ。うまく動けないっていう女を上に乗っけてる時も楽しいんですよ、男はね。こいつほんと、あんま知らねえんだな、男ってなってね。これは後日なんですけど、本当はわざとやってたっていう女の子いっぱいいますからね。どうやって動いていいかわかんないなんつって。お前、女性上位の最たるもんだろみたいなやついましたしね。うん、そういうのありますからね。なんていうの、本当にこう、動き方がわからないんだったら、本当は、ちょっと、どうやってやったらいいかわかんないけど、これでも気持ちいいのって俺聞かれたらもう、ズキュンってなります。ズキュンズキュンわーってなります。わーわーあ、もう出ちゃうってなりますよね。時間的にオッケーなの？もう？あともう一つあったんですけどね。はい、ということで、インポンですよ。アザゼルさんでした。聞いてますよ、アザゼルさん DJ CD 第2巻発売中。さあ、それでは最後にラストのコーナー、生贄ですよ、アザゼルさんです。このコーナーは今回採用された生贄の中から一番素晴らしかった生贄にプレゼントを与えるコーナーですね。今日はね、みさみさちゃんにしましょうかね。
あの、友達が憎いって言ってね、中学の時の友達が、その好きだった男と結婚しちゃったっていうね。そんなことね、もう別に、本当にあの、しょうもないことですよ。しょうもない男としょうもない女が結婚して、しょうもない家庭ができるわけですから。そしてしょうもない別れが訪れるわけですからね。ミサミサちゃんは本当にいい男を探してくださいね。ということで、ミサミサちゃんには、DJ CD 第2弾を、ね、3人でやったやつを差し上げますのでね、もう持ってるかもしんないな。でもごめんね、2枚目あげるからね。いい男ができたらその男にあげてくださいね。そしたら、振られちゃうかも。さあ、というわけで、ミサミサちゃんはメールフォームから住所、本名、電話番号を送ってくださーい。さあ、ということで、今日はですね、またお知らせがあるそうですけども、これね、音声入り目覚まし時計、アザゼルとベルゼブブがあなたに爽やかな目覚めをお届けしますということで、俺と神谷くんの声が入った目覚まし時計が、2月2日に発売だったんですけども、これを告知してと言われていることは、そんなに売れてないんでしょうね。今日はね、電池が入っているのでね、声をお聞かせしますね。これアザゼルさんやな。これね、このアザゼルさんがお手伝いさせてもらいましょうか。黒丸時間ですよ。アザゼル君、仕事を始めます。ほら、みんなの神谷君、ほら、さあさあ起きてください。爽やかな朝が参りましたよ。アザゼルさんがお越しに来た。ちょっと時間ですよ。アザゼル君、仕事を始めましょうか。へえ、起きてください。なるほどね、こんな風に流れるんですね。いっぱい声が入ってるみたいですから、ぜひとも皆さんね、おいくらこれ。7140円か。微妙な値段だね、これ。これ4980円でしょ。7140円となると、これあれかな、神谷君と俺のギャラが入ってるってことかな。か、そうかね。なるほど、皆さんね、ぜひとも余裕のある方はね、買ってみてください。楽しいですよ。あ、イベントの DVD は来週発売だそうですね。もうまだ発売じゃないんですね。もうそろそろこの告知はいいかなって思いますけども。さあ、ということで、聞いてますよアザゼルさん第53回はここまでです。エンディングで、前回流しましたこの第8巻につくエンディングなんですけども、トラベーログね、僕もまだ出来上がりを聞いたことがないんですけども、ここで初めて先週流しましたけども、前回55秒まで流したので、その55秒の続きから少しだけお聞きください。どうぞ。楽しもう今日は、つらくて笑い、あ、こういう感じの、あ、あ、うん、ここサビなんだ。なんかあれですね、ちょっと本当にトラベログっていうだけあってね、旅行気分の、リゾート気分な歌ですけどね。ここから2番に入るんですね。なるほど。はい、終わり。さあ、ということで2番にね、入りましたけども、ちょっとずつちょっとずつこれからも流し続けると思いますので、皆さんね、ぜひ毎回聞いてみてくださいね。もしかしてほら、俺だけじゃなくて神谷くんが歌ってるとこあるかも。ない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 けどね。こうやってね、期待を持たせないとみんなね、聞きたがらないかもしれないからね、うん、大事だね、神谷くんの名前出すの。さあ、ということで、お相手はアザゼル厚役の小野坂雅也でした。次回の更新は3月27日の火曜日です。では皆さん、またアクタベ探偵事務所でお会いしましょう。それではさようなら。